マチュンさんこんにちは。トレンドのつかみ方だんだん心得てきましたね。次に考えなくちゃいけない問題なんですけども、今日は2つお話ししましょう。1つ目は次に進むためのステップです。それはアクセスが伸びたもの、例えばね、アクセスが50とか100とかになりますよね。チャンネル登録の数と比べてみて、自分のチャンネル登録よりも再生数が上がったってことはチャンネル登録が増えてないといけないんですよ。でもせっかく見に来てくれたのにチャンネルが増えてないってことは次の動画に期待されてない、だからチャンネル登録が起きなかったって考えることができるんですよね。まあ、ですんでトークの最後ぐらいに次を期待させるようなね、では次のなんとかかんとかコーナーでお会いしましょうとかね、では次はこう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 いうことします、お楽しみにとかね、次はっていうふうにね、次に期待させるようなメッセージを、次回予告みたいなのをちょっとだけね盛り込んでいったりとか、それも一番最後に入れると一番最後まで見た人にしか伝わりませんから、冒頭で言うとかね、物語の途中でクライマックスを持ってくるとかね、こういうふうに工夫してみてはいかがかなと思います。あと一つはなんですけども、今回相川七瀬さんのうっせぇは見れず渡辺直美さんのって書いてますよね、このタイトルありますよね。ではですね、動画概要欄に相川七瀬さんの動画の URL を貼るとかね、渡辺直美さんの動画の URL を貼るとかすると、ここと松潤さんの動画の、まあ、関連度がちょっと上がります。それを繰り返していくと、例えば渡辺直美さんの動画の次に関連動画として松潤さんの動画が表示される可能性が高まるんですよ。相川七瀬さんの動画の横に松潤さんの動画が表示される可能性が高まります。高まるだけです。実際にすぐそうなるかどうかは分かりません。ちなみになんですけども、私はこのスタイルをですね、与沢翼さんに持ってきたことがあります。与沢翼さんの動画がアップロードされると、その動画に関しての見解を私作りまして、引用元はこれですって感じで動画概要欄に入れておくんですよ。その他、この前グッドキーワードっていうね、そういうふうなサイトを知らせましたけども、あそこからも関連キーワードを引っ張ってきて SEO 対策を散りばめた動画にしました。それを数百本やっていくと、与沢翼さんの動画の横に私の動画がいくつか出るようになったんですよ、ね、そういうこともありますし、堀江貴文さんみたいなアクセスの強い方の関連動画に同じ方法で出したりもしました。さすがに量産を主に置く10万本とかね、100万本の動画アップロードを目処とした時にこれをねやってらんなくなったんでやめてしまいましたけども、まだチャンネル登録が1万になってなかった時っていうのはこれをねかなり用いました。だいたい2000のチャンネル登録を超えたあたりからこの方法を知って、そっからねずっとやってきたんですよ。そうすると、まあ、おそらくチャンネル登録1万に達するスピードはかなり早まったんじゃないかなと思いますよね。まず自分の動画が知られないことには再生数もチャンネル登録も起きませんから、そういうふうに考えたんですけどね。よろしかったら参考にしてみてください。動画概要欄の URL の使い方でした。できれば URL は YouTube の URL に絞って、 YouTube 以外のサイトに飛ぶっていう形は YouTube がね他に飛んじゃうんで、アクセスが YouTube がねあんまりよく思わないですよ。だから YouTube 内でぐるぐるするように YouTube の URL を貼った方がいい。これがちょっとねコツですね。じゃあ以上でございます。ありがとうございました。いってらっしゃい。